今年は踊りだけではなく私たちのパフォーマンスで笑顔、元気、感動を届けたい。会場全体が一体感になるパフォーマンスを心がけ練習に励んできました。今年こそ絶対絶対大賞をつかみ取る。それでは踊っていただきます。どうぞ。スパークルジムの皆さん、ありがとうございました。